行われているんです。岐阜にある国際バイオ研究所で健康にいい食べ物を調べている松本博士はマンゴスチンの皮に含まれる成分に画期的な作用があることを突き止めたんです。これで相川さんも見直してくれるはず。いや、マンゴスチンの皮に含まれる抗酸化物質であるキサントンという物質が、がん細胞を抑制するという効果が分かりました。ほらびっくりじゃないですか。普通なら食べずに捨ててしまう皮から取れる抗酸化物質キサントン、これは一体どういうものなんでしょうか ね。これは抗菌剤として、まあ、その除菌とかそういうのに、現在使われている成分です。へー、オンゴスチンキス。がん細胞のミトコンドリアっていうエネルギーを作る器官があるんですけども、はい、そこに攻撃をしてそれで細胞を殺してしまう。そこで本当にこの抗酸化物質キサントンでがん細胞の働きが抑制されるのか実験をしていただきました。こちらに用意されたのががん細胞の入った器、これを電子顕微鏡で見てみますと、これは大腸がんの細胞が1ミリリットルに10万個以上いる状態です。これ今生きてるんですか。はい、生きています。どんどん増えるんですね。はい、明日になったらもう5倍ぐらいにまた増えて、一晩で5倍とかになっちゃうんですか。はい、なっちゃいます。そう、がん細胞というのは普通の細胞と違って急速に増えるのが特徴なんですね。しかしマンゴスチンの皮に含まれるキサントンはがん細胞のエネルギーを奪ってしまってこの増殖を抑制するんです。しかもその量が半端じゃないですよ。これを20マイクロリットルって本当1滴、はい、ここに垂らすだけで次の日になると細胞、がん細胞が死んでるっていう状態になります。ここにも1滴でいいんですか。そうですね。なんと実験では10万個の細胞に対してたったこのポチョンと1滴だけなんですよ。キサントンの液をこれ投与するだけでいいというんですね。これを培養しているものと同じ条件の場所に置いて24時間経ったものを再び見せていただきました。さあ果たしてがん細胞の状態はどうなっているのか。こちらです。いかがでしょうか。違いますよね。ちょっとどうなるかね。さっきのとはだいぶ違うのはもう分かりますよね。あ、なんか大きいのはいないですね。そうですね、みんな丸くちっちゃくなってちっちゃく丸いの。これも細胞が死んでるんです。あ、これ死んでるんですか。並べてみたら、はい、一目瞭然、うん、これを人間の体で応用するにはまだ少し時間がかかるんですけども研究はね、もうここまで進んでるんですよ。綺麗だけじゃないんだよ、もっとすごい人の役に立つかもしれない。そうです、中の身は食べて美味しくて、外の身はリサイクルでこういうガンリサイクルってものすごいハイレベルなリサイクルですよ。そうですね先生、はい、ねえ、長年人類を苦しめてきた病気などもマンゴスチンのパワー